ああ、そういう風になっちゃうのか。これがボスか。絶対強いやん。うわぁ、セリフと連中は見た目こそ二件そのものだが、戦闘力は高いことに挑む、それを恨まれる。てか、井戸でしょ、もはや。いや、絶対強い。やりにくいってそういうことなんだな、やっぱ。いやー、どうなのこれ。申請聞かねえのか、今回は。セルフショー。何をしてくるんだ？とりあえず、かばっててくんない？フレデリック。お前なんだっけ？要だったっけ？フレデリックちょっとかばってほしいんだけど、防御を強化してからかばいたいね。技的に見て、逆に技を見れるから、技が切断属性とかそういう系だから、防御開けてからかばってほしいな。どうしよう君。君なんか過労死枠なんだよね、さっきから。まだできない、封印もできない。ヒーラーに回るしかないってことだ。ヒーラーに回るしかできない。横一文字。うわー、結構食らう。よかった。主人、これさ、主人公だったらやばかったね今。 75% 敵全体。あー、なるほどね、全体攻撃か。でも全体攻撃はこのゲームあんまり強くないイメージがあるな。なんか、ちょっとダメージ与えるとしてはいいんだけど、全体攻撃ってこのゲームどうなんだろうね。とりあえず、これでヒーラーの準備は整ったから、カバープロテクトしてもらって、で、あなたはね、ヒーラー頑張ってました。カバーブレイク。カバー状態解除。カバウ状態解除はやばい。カバウ状態解除はやばいな。お前賢いタイプかしね。しかも。お前あれか。こっちがカバウしたら絶対してくるタイプじゃない？しかも。そういう AI になってるんじゃない？ってことは、全体的にもう強化した方がいいっていうことだ。防御を。防御バフ入れよう。ちゃんと防御バフ入れてこう。で、2発食らうと、2発食らってギリギリだよね。その横一文字で40やってたんでしょ。主人公たち、この主人公どんだけ食らうか分かんねえぞ。普通に強いかも。うわっ、ちょっと待って、3回攻撃してきた。危ねえ、めっちゃ危なかった今。敵が使ってくる全体攻撃がチートだな。待って待って、敵が使ってくる全体攻撃がチートだからやめてもらっていいですか。ミスすれば、敵の攻撃回数が減るんだよね、このゲームって。ミスすると、敵の行動回数いっぱい使うから。そう、ゲーム枠にとりあえずさせてだな。うん。いやー、今なんかしたな、お前。封印解くのか、ちゃんと。でも封印は使っといてそうだ。封印させることで敵の攻撃回数を一回減らせるって考えれば、封印はありだな、絶対。封印使った方がいい。使っていこう。待って、今封印になったぞ。封印されたらやばくないそれ。え、封印ってどういう扱い？これこっちが幻惑今までかけてたのにさ、できなくなるやつ。え、封印は解除できないじゃん。封印は何、こっち持ってねえぞ。解除する手段。やばくないそれは。それはちょっとやばいんだよな。今まで順調にいけるかなと思ったけど、これきついやつだ。しかも向こうの疑惑解けてるし。嫌な予感がするな、これ。めちゃくちゃ嫌な予感がするな。大丈夫か？危ないって。これはやばいな。いつになったら封印解けんだ。あ、いける。終わって、いったわ。これいったわ。はい、おい。危ねえ。封印されてからはマジでやばいと思ったけどね。よかった。さすがにいったでしょ。え？勝ったのか？勝ったか？第二形態はやめてね。え？なんてことですか？どうしてどうしてしょう？あ、これ嫌な予感がする。本物しよう？嘘だ！え、嘘でしょ？ここから連戦は厳しい。翔なら、私のあげたものなくしたりしない。え、大丈夫か？そうだ、その男は忘れてる。
はるかの努力を踏みにじっておいて、自分は記憶を取り戻す努力すらしない偽物だ。ああ、え、大丈夫かいこれ、ま、お前だけが逃れたか。悪夢ついな。痛いよ、助けてしよう。あれ、巻き添え食らってんの。余計な心配いらないよ。後で回復魔法をかければいいだけだ。それは質問はひどいでしょ。その質問はひどいって。イオラとかで巻き込んだ後に別に後で回復魔法をかければいいからって。それはちょっとひどいわ。どこを見てる？人を心配してるようなのか？こんな！え？無理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 じゃないの？セリフでしょ。あの無線を食らうつもりだろう。向こうの世界に行ってね。真の子となるために。何のことかな？知らん起きるか！うわぁ、厳しい！負けじゃね？だいぶ減ったりよ。もうだいぶ減ったよ。どうすんの？どうすんのこれ。仮にこれ復帰しても厳しいんだけど、俺。ちょっと。今暗黒魔法を唱えようとしているって言ってる。このままでは。門松さん！あー、かばっちゃった。どうしてかばって。私なんか思い出したくない。どうでもいいんじゃないの。バカのやつ、殺してくださいと言ってるのもんだぞ。そのまま動くよ、はるか。今すぐそいつを消してやるからな。ちょっとなんだよこいつ、初めから撃てや。初めからこんな魔法が撃てるんだったら初めから撃っといてくれよ。負けてたけど。この前死んでしまう、神谷くん。そ、動け動け。そうかそうか。いや、魔法よりも剣がお好みか。切り刻んでやるよ、偽物。お望み通りな。どういうつもりだ、ハルカ。てか、その姿で気づきでまれるの一番悲しいな。その姿のまま切り刻まれるって結構悲しいけどな。はあ、泣いていいのか。私バカだった。楽しい思い出とか贈り物とかそういうものばっかりにとらわれて、大事なことを忘れたのは私の方だったよ。ちょっと怖いんだけど、その顔。ありがとう。甘い夢を見させてくれて。でも、もう起きなきゃ。それが君の願いか。わかったよ。今すぐ。食らってやるぞ、アルカー！獣が。獣。今すぐ食らってやるぞ、あかん。あの、その発言だけ聞くとやばいよ。え？こいつもボイスあった？あ、これあれだ、皆さん、これがサムネですよ。これサムネですよ、皆さん。あの、このゲームを調べた時にね、一発目で出てくるサムネですよ。出たらやると思ったよ。皆さんこれです。このゲームを調べた時に出るね、サムネ、これです。風間ジェルか、覚醒しちゃったよ。やっぱりおめでとうと思ってたよ。でも100しかないよ。 HP100 しかないの、厳しくない？この力が私に教えてくれてるの。理想の章、まあそうだね。幻影というか願望というかね。これじゃ何のためにお前に見せてるのわからない。とっても幸せだったよ。でも甘えるだけの時間終わったの。蹴りをつけなきゃ。この身勝手な女め、肩の打ちな。いやー、でも二人でいけんのか。二人でどういくかだよね。だいぶ火力的に厳しいからね。頑張ってみよう、とりあえず。私が行くよ。おめえも喋るのかや。おめえもやっぱ喋るのか。私が行くよって。
女性系全員喋るつもりかもしかして。もしかして、お前は全員喋るのかい、そうやって。魅了不要。魅了とかある、脳殺とかあるで。でも闇が一応効くのが見えてるからな。何これ、状態変化マイナス。あ、なるほどね。キュアステップ、愛する者に愛しの舞踏。これをするとなんかそういうの直せんだろうな。なるほどね。基本威力。これでも回復もあるってこと？基本威力ってことは。すごいな。これ弱点だね。うち、ジョム、ダメだ、111だって。飲み込まれちゃえって111足すのはなかなかやばい。幻惑不要。やった、幻惑が使える。こっちも幻惑が使える。大魔法でしょ、嘘でしょ、体が重い。大魔法でしょ。 でもできんの、できるんだったら死ぬぞ。大丈夫か、マジックバリアみたいにないしさ。マジックバリア。何かを勘違いしてるのかな俺は。どうだろう。おー、でも耐えた。意外と弱っ。弱っ。あのアニメーションでや、あのダメージは弱いわ。だから言ったのだ。剣だけで十分だ。剣はもう幻惑かけてるからね。だからある程度外す可能性があるからね。とりあえず回復。とりあえずね、あの剣でね、横一文字が超強かったから、でも短期決戦かも。これ短期決戦説あるな。その説あるよね。おい、避けない、幻惑。はい、幻惑で避けていく。それ素晴らしい。幻惑解除の魔法使われなければ大丈夫。で、さっきなんか封印とかもやってきたから、それがまずいんだよな。とりあえず、これ、てかお前闇魔法使えるのはなんでなの？お前。ヒロインが闇魔法使う作品ってさ、まああるっちゃあるけど結構。OK! 危ねえ。怖い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 。これ食らったら死ぬかもしんねえもんな。食らったらそのまま飲み込まれちゃうぞ、本当に。怖っ。いけるか？ミス、オブー、はい、勝ったー。はい、勝った、もう勝った、もう勝った、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 よかったー。二人で不安だと思ったけど、弱点つけたがでかいわ。最後の手段を使うしか。いや、ダメだ。俺はこのまま向こうに行くんだ。え、なんで自分で言ってんだ。文字通り、己を血肉にするのだ。ことなれない。生と不安を合わせ持つ存在に。はあ。つまり人間になりたい。え、人間になりたいの？セリフは人の欲望のために食らうのは邪悪でしかない。邪悪だと。欲望のためにやつ。俺を生み出したのはその女の心だ。それこそ欲望のために。俺は願いを叶えてやったんだ。体感を求めて何が悪い。都合よく踊らせて。最終的に捨てるゴミクスが。そのイエス。セルフからすりゃそう思うわな。私も思うよ。最低だなって。ああ！でもね、本物の師匠はとっても優しいけど、私は甘やかさえしないんだ。もう二度とあなたを生み出さないように、私もっと強くなるよ。胸ないな、お前。意外とこの絵で見ると胸ないんだな、お前。どの話をしてるの、俺は。セリフが動かなくなった。あら、いいじゃないですか。はぁ、師匠。何？その一文だけ見ると切り取られるぞ。ごめんね、私。本当にごめんね。気を失ったようだ。命に別状はない。私はやれたんだな。初めて私は囚われを救えた。何？あ、でも、そうだよね。この世界がなくなるからじゃない？いろいろ詳しいのこの現状は知らないのか。そうだよね。宿主が死ぬと、向こうの世界の道ができるのだ。あ、帰れんじゃん。帰れるってことだよね、理論上は。楽しい夢見せてくれた。嫌だ！え？なになに？誰？
ああ。ベルワホール。あ、服戻ってるね。またいつ出てきた。来参させていただこう。おめでとう、客人よ。新たなる一歩を踏み出した。貴殿が、かの娘を救ったのだ。まあ、ユルギスたちのおかげにはなるのかな？一回もやり直さなかったけど。まあ、これからやり直すから、結構。謙虚なことだ。されど、気がついているだろうが、これで終わりというわけには行かぬ。あくまでもこれはプロローグ。扉を開いただけに過ぎないのだ。カムシ隠しと呼ばれる現象、理由もなく起きているわけではございません。根本的な原因を突き止め、正しき解決を目指すこと。それが、神有将様の使命であり、我々の願いでもあるのです。そうだ。ゆえ、貴殿とあの幽霊の女神は運命共同体にある。文字通り、普段の目となるもの。貴殿の目だ。奇妙な印を大切にするのだな。さて、再度聞かせてもらおう、客人よ。戦う覚悟に揺らぎはないな。いいだろ。その気高き魂に我々もかけよう。苛烈を極めてゆく戦いにあたり、貴殿にはさらなる力の得得が求められる。エゴイズムを、神髄を発揮せよ。さすれば敵などいなくなるだろう。どういうこと？増えんの？枠が。最も手堅い手段としましては、人々の交流を深めるのでございます。培われていく人とのつながりは、そのまま狩り合い少佐も武器となりましょう。自分の剣とするべく、他者の心を適度にコントロールする。ある種の利用とも言える過程から、我々はこの行為にこう名付けている。ユーズドな。使うってことだね。百聞に一見はしかす。実際に我々から報酬を与えよう。初の戦いを乗り切った握らいだ。さあ、遠慮せず受け取るがいい。今までチュートリアルみたいなもんだったからな。てかチュートリアル長えな。何？ん？は？何何何何何何？ちょ、曲がラスボスの曲になってるし、なんか声入ってきたし。え、何？誰が喋ってんのこれ？それ何なの？そもそもあの地球みたいなの。え、何これ？あ、ランクアップ。固有続き、ボス以外の敵を異次元に送り飛ばすバシルーラをするな。バシルーラ。経験値マナポイント、経験値ソースも全然入ってなかったけど。これは何だったの結局。はい。バシルーラですか？邪眼は雑多な敵を消し飛ばす。最後の切り札じゃねえかよ。逃走できません。SP は25、だいぶ燃費が悪いです。一言コメントみたいなの出てきたと、だいぶ燃費が悪いです。なるほどね。バシルーラだね。今後の道のりについて定めよう。この世界の適性を。はあ、少し摂理を曲げてやるってどういうこと？ははははは。望むなら逆に厳しくしてやることもできる。あなたのお世話にいっぱいになりますけど大丈夫ですか？はあ、なるほどね。難易度選択ですか。わー、ミディアム。助走だけした戦闘力がそのまま継続で考えればいい。雑魚から受けるダメージは多く、強敵は、難易度変更はヒロイックのように適用可能。ヒロイックってなんだろう？え、ヒロイックってなんだ？あ、これか。ミディアム。あ、ってことは、あの、ミディアムとヒロイックは自由に入れ替えれるんだけど、こぉー仲間カルージのレベル補正が存在しない。レベルアップ時に SP が追加復しない。ちょっと何これ敵から受けるダメージが半減する。つえー。つえーな。
エゴメズが思いずも難しすぎ、正直投げ損壊感を得られるだろう。負い目を感じる必要があるんだ。記念すべく尊重されるべきだ。めっちゃ難易度下がってんじゃねえか、ヒロイック。やだ、こんなとこで俺のさ、ひよった姿勢見せたくねえよ。ノーマルにしとけよ。せめて。それが綺麗な選択か。いいだろう。我々はね、その選択を尊重する義務がある。こーん。黒煙でございます。新たな作品、まあ、こっからが本番なんだね。結構取ったぞ。しばらくは日常を謳歌するといい。ユーズの構築もせれるようにな。フリー戦闘とかないの？レベル上げしたい。